ガブはスポンサー付きトップレベルドメインの一つでアメリカ合衆国の連邦政府と地方行政機関が使用している。このドメインは1985年1月の設立当初からのトップレベルドメインの一つである。由来は政府を意味する英語が場面との戦闘三文字。米国は国別コードトップレベルドメインに加え政府固有のトップレベルドメインを持つ唯一の国である。 このため他の国は一般的にセカンドレベルドメインを使用する。具体的にはオーストラリアは g ブ、GO、v a u ニュージーランドは g ブ v と NZ イギリスは g ブ、GO、v u k カナダは g c サ、a フランスは Gouv.fr 日本は go.jp を使用している。米国が Gav ドメインを運用しているため他の国が例えば .jp ガブのようなドメインを作ることはできない。いくつかのアメリカ連邦機関は、ガブではなく、フェット、アスを使用している。アメリカ国防総省とその会組織は、ミルを使用している。いくつかの米国の行政機関は、他のドメインを使用している。例えば、ドットコムドメインをアメリカ合衆国有便公社が、アメリカ陸軍の新兵募集サイトなどがある。新兵募集サイトについては、 他の軍事部門でも繰り返し行われている。インターネット純粋主義者の中には、これらは営利団体ではなく、行政や軍事機関なので、このような使用法は、不適当と考える者も,もいる。州などすべての米国の行政機関は、ガブの使用を許可されている。例えば、ジョージア州アトランタが ATLANTAGA.GO v よ ジョージア州がジョージア .gov を使っている。だが、必ずしもそうであるとは限らない。以前の方針では、米国の連邦機関のみがこのドメインの使用を許可されていて、閣僚以下の機関については、上位機関のサブドメインを使うことが求められていた。州や地方の行政機関のサイトのアドレスは、一貫性に欠けている。いくつかは、ガブを使い、いくつかは、 アスを使い、またその他にもドットコムや org やその他のドメインを使用しているところがある。ありがとうございます。